吉田選手のブログにもたびたび内田選手が出ているんですけど、まずはこれですね。あら、これはね、2人で同じのをなんか聞いてるんですか。まあ昔はああやって一緒に聞いてたんですけど、今なんかもうプラグを刺すとこに何個も刺せるようなやつ売ってるんですよ、はい、それでもう今は一人ずつこう同じ音楽を聴いてます。え、ってか別に同じ音楽を聴かなくてね、それぞれが聴けばいいんじゃないですか。おう、そこも共有しようっていうのが内田スタイルなんですよ。仲いい。結婚されてるけどこっちはこっちで結ばれてんの。僕それ本当ね、みんなに言われるんですけど、僕言いたくなるもん。女の子が好きですから。いやね、だってよく考えたら内田選手可愛いし。いや、ね、可愛く見えるじゃないですか。中身本当ブサメですよ。あ、そうなんですか。あ、まだお写真あんの。こちらですね。あら、あら仲いい。あら、美味しそうなご飯。これはね、あの内田君の家なんですけど。え、向こうの？ドイツの、はい。ドイツの？はい、でもこれ和食ですよね。和食。お手伝いさん日本人なんですよ。あ、なるほどなるほど。あ、内田選手のこれご自宅なんだ、ドイツの。そうですね。すごい大きくない、このフォーク。うん、いや、大きくないって、大きいに決まってんの。明らかに大きい。このボケ潰し。いつもこんな感じなんですか。いつもなんですよ。